こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画では40代の大人の男性に似合うプラス J のアイテムをですね、皆さんにいくつかご紹介してみたいなというふうに思ってます。先日ですね、こちらのチャンネルでもプラス J のアイテムですね、実際にいろいろ買ってきて皆さんにご紹介したわけなんですが、前回の動画では特に年代を気にせずにですね、トレンド感のあるものからベーシックなものまで僕が欲しいと思ったものをですね、皆さんにリアルにご紹介させていただいたわけなんですが、今回はですね、40代以上の大人の男性に似合うものはどれなのかというところで皆さんにですね、いくつかご紹介をしてみたいなというふうに思ってます。ちなみにプラス J というのはですね、様々なコレクションの中でも割とですね、大人の男性に合いやすいようなコレクションかなと思ってます。というのもプラス J のデザイン自体が結構ですね、ベーシックを軸足にしながら質感がすごく上品で、なおかつですね、あまり奇をてらってないので大人世代にはすごく似合いやすいかなと思うんですね。通常のユニクロのラインの服も素敵なんですが、それ以上にですね、より贅沢な雰囲気でベーシックなデザインが味わえるということで、プラス J はですね、まさに大人向けだと僕は思ってるんですね。そんな中でも僕自身がすごくですね、これは40代以上の方に似合うなというものを厳選して今回はお伝えしたいなと思ってますので、ぜひ最後までお楽しみいただければなというふうに思ってます。こちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの今日をですね、なるべくわかりやすく解説をしています。もう少し中級者以降のアイテムですとかコーディネートに関しましては、僕がもう一つ運営してます YouTube のメンバーシップチャンネルの方で解説をしてますので、気になる方はですね、こちらの動画の下の概要欄にリンクを貼っておきますので、そちらからチェックしていただければと思っています。それでは早速行ってみましょう。はい、ということで早速一つ目のアイテムから皆さんにご紹介したいなと思ってるんですが、商品名はですね、ダウンオーバーサイズパーカーですね。これはですね、当初からだいぶ注目をされていたアイテムで、僕もですね、一番最初に手に取ったわけなんですが、これはやっぱり買ってよかったと思えるようなダウンかなと思ってます。僕はですね、2色のうちオリーブを選択したんですが、この色合いに関してはよりベーシックで大人の男性に似合いやすいのはブラックかなとは思ってます。オリーブの方がですね、おしゃれが好きな方にはすごくいいかなと思うんですね。ブラックに比べると少し色の変化が楽しめて、オリーブの中でもすごく濃い色なので、すごく上品なまとまり方をするんですね。ですので、40代以降の男性でも似合うんですが、よりベーシックで使いやすいのはブラックかなというふうに思ってます。デザイン的にはですね、かなりシンプルですよね。デザイン的にですね、奇をてらったところはなくて、特徴的なのはですね、この肩周りですかね。このあたりだけ切り替えがあるというところ、ここにはちょっとした見え方の違いがあったりするんですが、それ以外はですね、かなりオーソドックスかなと思ってます。なんといっても素材の質感が良くて、微光沢感があるような上品な素材使いなんですね。これが大人の男性にも似合いやすいポイントかなと思ってます。ユニクロのダウンの中でも結構値段は高めなんですね。1万円台後半ということで素材の質感も上がっていますし、まさに40代以降の大人の男性にはこういったデザインはシンプルなんだけども素材感がすごくいいというものは使い勝手がいいんじゃないかなというふうに思ってます。ちなみにですね、今季はユニクロのダウンが豊作で、これ以外にもですね、先日ご紹介したユニクロとホワイトマウンテニアリングのダウンがあるんですね。今年はですね、ダウンを2着買ったわけなんですけども、それぞれデザインの特徴がありまして、プラス J の方がですね、デザインはよりですね、シャープで、なおかつですね、都会的な雰囲気かなと思ってます。一方でホワイトマウンテニアリングは、名前にもある通り、やっぱりですね、アウトドアっぽさというところがちょっとあるんですね。ジップの使い方も含めて少しですね、カジュアルに見えるので、40代以降の大人の男性に似合いやすいベーシックさというと、やっぱりプラス J の方に軍配が上がるかなと思ってまして、少しスポーティーに着こなしたいという男性には、ホワイトマウンテニアリングがいいかなと思うので、このあたりはですね、どちらが正解かというのはですね、人によって分かれるというところかなと思ってます。個人的にはですね、このプラス J の今季のダウンがですね、特に大人の男性には似合いやすいかなと思うので、オリーブもいいんですが、よりベーシックであれば、プラス J のブラックで間違いがないかなと思うので、ぜひチェックしていただければなというふうに思っています。はい、続いて2つ目のアイテムなんですが、こちらはですね、実際には買ってないんですけども、実際に店頭で手に取ってみたところ、かなり良かったので、大人の男性にはですね、お勧めできるかなと思ってます。カシミアタートルネックセーター、長袖ということで、これはですね、デザイン的にもですね、奇をてらったところは一切なくて、かなりベーシックだと思うんですね。
ですので、これはですね、大人の男性にはすごく使いやすいかなと思いますし、何より素材の質感だとか色合いがいいので上品に見えるんですね。こういったものであれば、まあ値段もですね、決して安くなくて 15,900円というところで、セレクトショップで買えるようなニットと同じぐらいなんですが、なんといってもカシミヤのニットで 15,900円というのは、やっぱりですね、価格的にも優位性があるかなと思いますし、まあ色合いも含めてすごくいいので、皆さんにはチェックしていただきたいなと思ってます。で、色合いなんですが、まあ4色展開になってるんですけども、個人的におすすめなのはブルーですね。この色が何と言っても綺麗なんですね。もちろんですね、他の色も綺麗なんですけども、せっかくだったらこのジルサンダーらしい他では見ないような色合いがいいかなと思ってまして、このブルーはですね、非常にネイビーだとかブラックだとか、そういったアウターとも相性がいいですし、着こなしの中にですね、程よい差し色にもなるので、すごくいいんじゃないのかなというふうに思ってます。まあその他にはですね、グレーも深みがあってすごく色味が綺麗なんですけども、まあよりベーシックに拭いたいのであればグレーがいいかなと思いますし、少しですね、綺麗な色を使うことで40代以降の男性というのは若々しく見えたりするので、このブルーもですね、雰囲気がいいんじゃないかなと思うので、ぜひ皆さんもチェックしていただきたいなというふうに思ってます。まあ決してですね、派手さがあるアイテムではないんですね。まあ、プラス J ですとか、あとはユニクロ U ですとか、そういったコラボレーションラインって、まあ、デザイン的にもですね、通常のユニクロのアイテムに比べると、ひとひねりあるものも少なくないんですが、こちらに関してはですね、本当に通常のユニクロのアイテムにもありそうなぐらいベーシックなんですけども、その中にもですね、素材使いだとか、色使いというところに、ジルサンダーらしさだとか、あとは特別感というところが表現されているかなと思うので、ぜひこちらはですね、長い目で見てかなり使えると思うので、皆さんもチェックしていただきたいなというふうに思っています。ちなみにですね、サイズは現時点で、XL はないですが、それ以外はブルーはあります。あとはグレーに関しては全サイズありますので、本当にですね、これからの時期めちゃくちゃ活用できるので、ぜひ皆さんもチェックしていただければなと思っています。はい、続いて3つ目にご紹介したいのはですね、商品名スーピマコットンオーバーサイズスタンドカラーシャツ、カッコ長袖ということで、僕がですね、今内側に着てるものがまさにそのアイテムなんですが、まあカラー展開がですね、結構豊富で、僕が今着てるのはベージュなんですね。まあベージュと言いながらもですね、結構ブラウン寄りの濃いめのベージュなんですが、まあこの色はですね、ちょっとおしゃれが好きな方向けで、まあ40代以降の方が着てしまうと、ちょっとですね、おじさんっぽく見える可能性も少なくないので、個人的におすすめの色合いというのがありまして、それがですね、こちらのダークグレーですね。08番のダークグレー。これがですね、シャープに見えて、なかなか大人の男性には良い雰囲気かなと思ってます。まあ、こちらの方はですね、白、ダークグレー、そしてブラックの3色の展開なんですけども、まあ、白はですね、結構ベーシックで使いやすそうに思うんですが、意外とですね、シンプルに見えすぎてしまって、似合う人と似合わない人が分かれるんですね。一方でブラックもですね、色が濃いので、だいぶシャープな印象になりますので、個人的にはですね、その中間とまではいかないですが、このダークグレーがですね、程よくシャープに見えるんですが、ブラックよりはですね、少し柔らかさもあるので、大人の男性にも使いやすいのかなというふうに思ってます。まあ、ボトムスはブラックなんかにも合いますし、まあ、その他にはですね、グレー系のデニムなんかにも合うので、このダークグレー色のスタンドカラーはめちゃくちゃ使い勝手がいいんじゃないのかなと思ってます。まあ、僕自身も今こちら着てますが、なんといってもですね、素材の質感がいいんですね。スーピマコットンをですね、使っているということで、生地自体にですね、光沢感があるんですね。こちらのベージュでもそうなんですが、ダークグレーに関しても濃い色なんですけども、やっぱり色合いがすごく綺麗で、微光沢があるんですね。その感じが大人の男性には非常に合うかなと思うので、ぜひこちらはですね、皆さんもチェックしていただきたいなと思ってます。まあ、デザイン自体はベーシックなんですが、サイズ感がややオーバーサイズになってるんですね。かといって決してやりすぎ感はないんですね。今着ていますが、身幅もそこまでですね、大きすぎないですし、着丈も長いんですけども、超オーバーサイズというわけではないので、大人の男性にはですね、程よく体型も隠せるというところも含めて、すごく使い勝手がいいんじゃないかなと思ってます。まあ、サイズに関しては最初からオーバーサイズなので、あんまりですね、ワンサイズ上げたりとかしなくてよくて、通常サイズでいいと思います。僕は S サイズを着ていますが、これでもややゆったりめくらいなので、まあそういったサイズ感を選んでもらえば、自然と今っぽいですね、シルエットが出せるので、すごくおすすめかなというふうに思ってます。まあこのようなスタンドカラーだと襟元がスッキリするので、上にですね、こういったシャツアウターを着てもいいですし、あとはですね、ステンカラーコートだとか、さらにはですね、チェスターコートなんかもありますし、
あとはですね、上にニットなんかを重ね着して、襟元からスタンドカラーの部分を見せてあげるのもバランスがいいので、1枚あるとですね、この襟型は重ね着がしやすいんですよね。普通のレギュラーカラーもいいんですけども、重ね着を考えると、このスッキリとしたスタンドカラーが結構活躍するかなと思うので、個人的に一押しはですね、このダークグレー色のスタンドカラーシャツですね。これは持っておいて、まず間違いがないかなと思ってますので、ぜひ皆さんもチェックしていただければなと思っています。はい、続いて4点目のアイテムなんですが、先ほどから僕が着てます、こちらですね。ウールブレンドオーバーサイズシャツジャケットということで、これはですね、今季のプラス J の中では、個人的には一番好きなんですね。まあ、デザイン的にはベーシックなシャツアウターで、実は1年前にも同じようなものがですね、プラス J から出ていまして、僕はそれも持っているんですが、それでもですね、着た瞬間にすごく満足度が高かったので、こちらを購入しました。このようなシャツアウターというのは、僕の動画の中でもですね、何度かお伝えしてるかなと思うんですが、トレンドアイテムなんですけども、最近はですね、すっかり定番化していまして、いろんなブランドから出してるんですね。その中でも、冬まで着れそうなものの中では、これがですね、完成度めちゃくちゃ高かったかなと思います。まあ、素材の質感もですね、ウールブレンドということで、すごく上品なんですね。肌触りもいいし、かといって重たくなくてライトなので、サクッと羽織りやすいんですね。これはですね、大人の男性にはすごく使い勝手がいいと思ってまして、ショート丈。まあ、丈の短めのアウターとしては、他には MA1 があってだとか、ピーコートがあったんですが、まあ、それらよりも、こちらの方が40代の男性にとっては、気軽に合わせやすいんじゃないのかなというふうに思ってます。結構ピーコートは襟が大きめで存在感が強いのと、あとは MA1 はですね、これよりもさらに着丈が短いので、丸みのあるシルエットで、あまりスタイルがよく見えないんですね。そういった意味では、このようなライトのアウターの中でも、程よく丈の長さがありつつ、上品な雰囲気も漂うですね、こちらのシャツアウターは、一着あると40代以降の男性にはですね、すごく使い勝手がいいんじゃないのかなというふうに思ってます。まあ合わせ方はですね、いろいろと想定できるんですが、先ほどまでのようにですね、スタンドカラーシャツを内側に入れてもらうのもいいかなと思いますし、あとは今の僕のようにシンプルにですね、白とかライトグレーだとか、あとはオフホワイトのような明るめの丸首のニットをですね、入れていただくと、それだけでですね、簡単に着こなしが完成しますので、ぜひこちらもですね、まだ在庫がありますので、チェックしていただければなと思ってます。ちなみにですね、色は3色の展開なんですが、個人的にはですね、まあどれ選んでもそんなに大きくは変わらないとは思うんですが、このダークグレーですね、非常に色味が良かったですね。グレーの中でも深みがあって、都会的な香りのするダークグレーが、大人の男性にもぴったりかなと思うので、ぜひチェックしていただければなと思っています。はい、続いてラスト5点目はですね、今僕が着ているこちらですね、プレミアムラム V ネックカーディガン、かっこ長袖ということで、これはですね、40代以降の大人の男性には、めちゃくちゃ使い勝手がいいんじゃないのかなというふうに思ってます。カラー展開は豊富で、ですね、僕が今着ているものはブラック、一番ベーシックなものなんですが、その他にもですね、結構注目されているのが、ダークブラウンだとか、あとはグレーですね。このあたりも色味はいいんですが、結構40代以降の大人の男性がブラウン着るとですね、失敗するとすごくやぼったくて、おじさんっぽさがですね、加速してしまう可能性が高いんですね。ですので、僕自身もちょっとダークブラウンには危険さを感じて、今回は見送ったんですね。あとはグレーもですね、深めの色であれば全然着こなせるんですが、これはですね、ラムちょっとこう、毛羽立ち感もあったりして、カジュアルに素材感が見えるので、その上でグレーの感じもそこまで濃すぎなかったので、僕は大人の男性、特に40歳以降の方には、ブラックのシャープさの方が、すごく使い勝手がいいかなと思うので、こちらをですね、皆さんにもお勧めしたいなと思ってます。まあ、カーディガンというのはですね、まあ、ニットの中でも気軽に羽織れて、体温調整がしやすいというところに便利さがあるわけなんですが、例えば今の僕のように T シャツだとかロンTの上にさらりと着るだけで着こなしが完成するので、アウター感覚でも使えるんですね。僕はこのように内側プリント T シャツを合わせながら、こういったカーディガンを着るのが好きなので、まあ秋の時期でもですね、室内で着たりだとか、ワンマイルウェア的に着たりもしているんですが、まあそれ以外にももっと寒くなったら、この上にですね、前を締めてコートだとか、ダウンを着てもらうのもいいかなと思うので、一着こういったカーディガンがあると、大人っぽく見せるにはすごくいいかなと思うので、40代以降の男性にもですね、使いやすいアイテムかなと思ってます。まあこちらもデザイン的にはすごくシンプルですね。もう本当にベーシックなカーディガンという感じなんですが、
細かいところにこだわりがあって、こちらのポケットがですね、上と下の2段になっていたりだとか、ボタンがちょっと大ぶりになっていたりだとか、まあ、細かい部分ですね、こだわりがぎっしりと詰まっているので、まあ、大人の男性が着るにはですね、非常にバランスがいいかなと思いますし、やりすぎ感のないトレンド感というところもしっかりと詰まっているので、まあ、ある程度ファッションが好きな方にもですね、納得していただけるのかなというふうに思っています。まあ、サイズ感に関しては少しコンパクトめなのかなと思うので、ワンサイズ上げたところでそこまでゆったりにはならないかなと思います。特にカーディガンというのはですね、あんまりビタビタに着るとちょっとですね、体のラインというのが逆に気になったりするので、まあ40代以上の大人の男性であれば、体の丸みを出さないようにあえてワンサイズ上げてもらうとバランスがいいかなと思うので、まあその点も含めてですね、このカーディガンチェックしていただきたいなというふうに思ってます。在庫もですね、まだまだオンラインの方でも豊富ですし、店頭でも置いてあるかなと思うので、こちらもぜひチェックしていただければなと思っています。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回の動画では40代以降の男性に似合うプラス J のおすすめアイテムをですね、皆さんに具体的にご紹介させていただきました。どのアイテムもですね、まだオンラインで在庫があるんですね。ちょうど今から1年前のプラス J のアイテムというのは結構早い段階でオンラインでも売り切れてしまっていたんですが、今年はですね、割と在庫が豊富なので、まだまだ今回ご紹介したアイテム、オンラインの方でも買えるかなと思いますし、お近くの店舗でもね、きっと見れるかなと思うので、ぜひ40代以降の大人の男性にはですね、試していただきたいなというふうに思っています。まあ、僕自身もですね、発売日にいろいろと買ったんですが、やっぱりですね、このように実際に着てみるとすごく良くてですね、ちょっと買い足したいなと思ってるぐらいなんですね。まあ、このですね、プラス J のコレクション自体ですね、今回がラストになりますので、ぜひですね、皆さんも後悔がないように、まあ、長く使えるものが多いかなと思うので、ちょっと背伸びをしてですね、いくつか商品を買い揃えるとすごく便利なのかなというふうに思ってます。こちらのチャンネルではこれからもですね、大人の男性に向けてメンズファッションの興味をなるべくわかりやすく解説したいなと思っていますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。おしゃれ初心者から中級者へステップアップしませんか？限定動画では中級者向けのアイテム、コーディネートからライフスタイルまで発信。皆さんからのご質問のほか、無料動画では語れないスタイリストの本音もお伝えします。大山俊のメンバーシップチャンネル。